イランにあるラシード・ディーン・ハマダーニの像ラシード・ディーン、ファドルン・ラーフ・アブル・ハイル・ハマダーニは、イルハンチョー後期・第7代君主ガザンから、時代オルジェイト、アブー・サイード知性の下で活躍した、政治家。ガザンとオルジェイトの命によって編纂された、ペルシア語による、世界史、収始の編纂責任者であったことでも知られている。また、ユネスコの、世界の記憶に2007年登録された、 ラシド区、枠府文書保異写本作成指示書の大部分を著作している。イランの歴史上、ハージャラシードッティーン、クアジャラシドアルジーン、イシラシードッティーン、ラシドアル、ジーンタビブなどと呼ばれた。ラシードッティーンが使えた、ガザンのイスラーム回収イラン中西部ハマダンのユダヤ教徒系の家系に生まれ、医師としてイラン各地を留学した後、アバカの時代に、 イルハン朝の宮廷で天意として出資した。彼自身は、シャーフィー法学派を信奉するムスリムであった。その後もある軍、マフムードガザンの元に仕えた。ガザンがハーンとして即位した後の1297年に、最小サドルッティーン・ザンジャーニーが処刑されると、サードッティーン・サーベズイーと共に登用されて、最小となり、ガザンが強力に推進していた。 イルハン朝の改革政策を補佐した。ガザンの没後は、オルジェイトの治世でも引き続き財務全般など、国政の大部分掌握したが、政敵のタージェッティインガーア,アリーシャートの清掃が続き、アブーサイードがハーンに即位して間もなく、オルジェイト病没時の診断を更新と咎められ、1318年、ついには、オルジェイトのシャーベット係として禁止していた長男イブラーヒームと、 共に処刑された。1301年にガザンの特命によってモンゴル史の編纂を命じられた。これはガザン在世中に完成せず、時代のオルジェイトの時に幸福なるガザンの歴史として検定され、オルジェイトの命によってさらにこのモンゴル史の部分を第一巻とし、古代アラブ、中国、インド、ヨーロッパなどの世界史の部分を 第2巻として修正した増歩改訂版を新たに編纂するよう命じられ、1314年に完成した。これが歴史書、終始である。この歴史編纂事業は、ガザンの改革の大きな柱の一つであり、アバカの没後長らく続いた内紛によって、解体しかかっていた、イルハン朝領内のモンゴル王族とモンゴル諸部族の、系譜の再認識と内戦に打ち勝った。 自政権の正当性の主張を施行したものであったと、現在考えられている。ラシードが、終始で述べるところによると、ガザン自身から直接チンギスカン化の応答について、口述し、大本朝からの使者として派遣され、ゲイハトゥイライル班長に使えるようになったプーラード、チンさんから、東方の消化の同性について、モンゴル諸部族の伝承については、コロウなどから、インドなどについては、 カシュミール出身の仏教像などから、また、王家の宝庫に秘蔵されていた、チンギスカン科の歴史書、アルタン・デプテルの閲覧を許可されて、編集に用いたという。ラシードは、上記のプーラードチンサンラによってもたらされた、13世紀前半に、モンゴル帝国地下の河北で編纂された、王しくは脈分けや、同人などの中国医学書を研究し、タンスクナーマとしてまとめたほか、同じく、 クビラ来の知性に変算された、農葬収容に基づいて、農書なども表している。さらにユダヤ系の家系出身であったために、性的アリー・シャーラからの、ニセムスリムなどの中傷に対抗して、自身の専門ではなかったものの、アシュアリー神学派やシャーフィー法学派の見解に、基づいた神学書を表し、講演していたタブリーズのこういうランマーたちから連書して、 認可を取り付けるなど、清掃に対抗するための著作も出している。収支の編さの傍ら、ラシードはガザンがタブリーズの郊外に建設した広大な地区、ガーザーニーヤに習って、自らの名を冠したラシード区の建設を進め、その維持と運営のために大規模な枠府財産の寄進を行った。ラシード区では、収支や、 パンスークナーマをはじめ、新学書など一連の著作を、ラシード著作集としてまとめ、これらを枠付対象物件として設定し、これの計画的な写本制作を、ラシード区で行わせ、モンゴル帝国各地へ送付するなどを実施していた。特に、収士は、アラビア語版も作成されたため、マムルーク長などヒッペルシア語圏でも広く読まれることとなった。ありがとうございます。